後悔しても知りませんよ。呪いは、こいつはちょっとまずいか。やるじゃない。もったいないけど使っちゃいます。私の番ね。勝利の道は私が切り開く。食らいなさい。やめてください。アイテムを使います。さて、どうしてくれよ。もろすぎるわ。一気に決めさせてもらう。今ね。思い知らせてくれる。どうして私が。先代から引き継いだ魔法です。これはどうかしら。3ターンかかりますよ。先代から引き継いだ魔法です。覚悟せい、女神ども。先代から引き継いだ魔法です。おお、こいつはちょっと相手にならんの。今ね。3ターンかかりますよ。見せたかったのに。アイテムを使います。ありがとうございます。もうちょっと待って。怒っちゃったかも。お、ま、た、なんして痛めつけて。また覚悟せい、女神ども。プロセスユニット到着。手加減はしません。本気でいきます。癒しの力よ。私の番ね。まとめて片付けるわ。32式エクスブレイド。咀嚼な。私の番ですね。
データベースより最適な攻撃を発動します。こいつはちょっとまずいか。しびれさせてあげる。なかなかミスをするじゃない。やりおる。覚悟せい、女神ども。データベースより最適な攻撃を発動します。やりおる。こいつはちょっとまずいか。癒しの力よ。私の番ね。まとめて片付けるわ。32式エクスブレイド。ぬるいわ。思い知らせてくれるわ。データベースより最適な攻撃を発動します。やりおる。こいつなんたることじゃ。勝てたんですか。またちょっといつでレッド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 レベルアップ。私のみならず、わしの娘にまでこのような恥ずかしめを。そちらから手を出してきたのでしょう。当然の報いですわ。やっぱりあのモンスターと戦うと気分悪い。そうですね。なんでしょう、このモヤモヤした感じ。迷いは、今回はほんの小手調べよ。この子らも初の実戦だったしの。キュイ。女神どもよ、次に会うときは覚悟しておき。さらに強力になった娘たちが必ずヤキ様らを葬り去ってくれるわ。かっこいいこと言ってるようで、まるっきり人任せなかっこ悪い発言だね。次があるとお思いですの。わざわざ見逃してあげるほど私は優しくありませんわよ。キュイキュイ。邪魔をなさらないで。そこをどいて。体を張ってわしを守ってくれるとは、できた娘たちじゃ。お前たちも無事に逃げるんじゃぞ。キュイ。待ちなさ。変なところを触らないでくださいまし。やめて。顔のアップはマジやめて。もうやだ。わかりましたわ。追いかけたりしませんから、早くおどきになって。キュイキュイキュキュイ。やっといなくなってくれた。結局取り逃がしてしまいましたわ。きっとまた出てくるんですよね。嫌だな。なんか体がベトベトになった気がする。だね。帰ってお風呂にしよっか。デールも一緒に来る？魅力的な提案ですけれど、
まだ後処理が残っていますし、それが終わってからお伺いしますわ。そっか、残念。ブルデンにも一度レールのすごいところを見せてあげようと思ったのに。おお、そんなにすごいんだ。そうですね、初めて見たときはちょっと落ち込んじゃったくらいすごかったです。リアちゃんも見たことあるんだ。いいなぁ。出し惜しみするつもりはありませんけど、もう少しお預けですわね。私が…えい、えい、待ってました。やあ、えい、ほいだ、大勝。こちらが有利です、はあ、どうして私が…それ、えい、意外と簡単ですね。てりゃー、えい、やあ、おしまい。続いていかなきゃ。当たって、やあ、当たって、フォーミュラーエッジ。よし、倒した。もう私いくよ、来たー、やり、レベルアップです。こっちに気づいてないみたい。どうして私が…それ、行きます。なぜ私が戦わなければ。燃えますよ。意外と簡単ですね。ってわけにはいかないんだよね。えい、てりゃー、えい、落ち着いていかなきゃ。覚悟してください。フォーミュラーエッジ。よし、倒した。もう私、えい、それ行くよ、頑張る。3ターンかかりますよ。行きます。私たちの勝手レベ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 。これでお姉様に少しは近づけたかしら。どこに行こうか。私としてはゲームで遊んでたいんだけどな。どこへ行くのだ。待ちきれないよ、早く決めてよ。書類関係を全部デジタル化するのやめればよかった。え、泣き言を言っても始まらないわね。とりあえずできるとこから修正していかないと。ブラックハート様、個人情報が流出した国民が集団で抗議に来ています。私の方には金銭関係の保証を求める人たちが。
そっちはそっちで何とかして。とても手が回らないわよ。一体誰なのよ、こんな悪質な嫌がらせしてきたのは。やっぱり可愛いわ、悔しそうな顔に涙目なんて私の大好物。早く生で見たいのに。ノワールちゃんではいつまでグズグズ。あら、誰か来ちゃったみたい。ヤッホー、ノワール、調子はどう。どうじゃないわよ、見ればわかるでしょ。時が経っててイライラしてる時にネプチューノの間の抜けた声で話しかけられたから、つい。プルルンと私に対するこの扱いのさ、ねえこれちょっとひどくない。あ、それだけお姉ちゃんには気が置けないってことじゃないかな。とのんびり話してる場合じゃなかったわ。今は話してる時間も惜しいの。あなたたちの相手は捨てられないわ。水臭いこと言いこなしだよ。困ってるなら何でも手伝うから、ドーンと言って。何でもやるよ。気持ちは嬉しいけど、国民の個人情報や国家機密を見せるわけにはいかないわ。それにこの手の仕事であなたたちが役に立つとはとても。あ、ひどい。私たちはやればできる子なんだよ。第2章のイベントを参照してよ。第2章？ああ、そういえばそんなこともあったような。ううん、でもこの子たちは他の国の女神なんだし。あの、ノワールさん？今度はあなた？もう、何よ。どうしてあんなところにカメラをつけてるんですか？カメラ？そんなものどこにもつけてないわよ。ありますよ、ほら。今だとちょうど多分ノワールさんの顔が中央に映る感じで。え？本当だわ。何かある。え？私あんなの知らないわよ。ノワールってまさか仕事してる姿を自分撮りとかしちゃう人だったの？それを後で見返して、私ってばかっこいいとか越に言ったりして。うわ、さすがにちょっと引いちゃうね。なんだか危ない人っぽいよ。知らないわよ。だからカメラがあったなんて知らなかったって。もう誰よ、こんなもの仕掛けたのは。ちょっと見せてください。無線なんで映像を送るタイプかな。マイクはついてなくて、ノワールさんが自分でつけたんじゃないってことは、誰かが盗撮のために。盗撮？やめてよ、君が悪い。ああ、ノワールのファンってそういう人多そうだもんね。陰湿っていうか変わり者っていうか。謝りなさい。私じゃなくて私の信者に謝りなさい、全力で。すみません、調子乗りました。今も反省している。ギアちゃん、誰がつけたのかわかる？そこまでは。あ、でもマイクがなかったってことはきっと盗聴器もありますよね。それなら、じゃじゃーん、盗聴発見器。盗聴発見器？あ、はい、これ自作なんですよ。パーツの一個一個からちゃんと自分で選んで。いや、そういうことじゃなくて、どうしてそんなものを持ち歩いてるの？え？今時の女の子ならみんな持ち歩いてるんじゃないんですか？そうなの？じゃあ私も買わなきゃ。いやいや、ないから。そんな特殊な女の子生まれてこの方見たことないから。あ、反応ありました。こことここと
こっちにも。全部で3個かな。これ電波元も追跡できますから、犯人の居場所もわかると思いますよ。そう、助かるわ。お役に立てて何よりです。あ、やった、初めて嬉しい属性がついたかも。それじゃあ早速追跡しましょう。さっきの会話も聞かれてたでしょうから、急がないと逃げられちゃいますし。やっぱり変わってるわね、あなたの妹だけあって。ネプギアの数少ない個性なんだよね。滅多に表に出てこないし、役に立つことは極めて稀なんだけど。すごいなギアちゃん、ロボットとかも作れるのかな。うん、やめて、そういうこと本人に言ったら本気で作りかねないから。ああ、もういけすね。ノワールちゃんに見つけてもらいたかったのに。ネプギアちゃんだったかしら。ちょっとはできる子もいたのね。まあいいわ、これでようやく生で会えるわね、ノワールちゃん。場所があるよ。弾幕が襲ってこないかしら。ミストワール、一緒に頑張ろうね。だいぶ反応が強くなってきました。きっとこの中にいると思います。前に自分たちで壊そうとした工場に潜んでるなんてね、完全に盲点だったわ。ノワールの中では犯人は基地賢人で決定なんだね。当たり前でしょ、他に誰がいるっていうのよ。だから粘着質のノワールマニアとか。それはやめなさいってば。あなた反省したんじゃなかったの。私の番ですね。いや、なぜ私が戦わなければ。私にできました。ってわけにはいかない。